りーちゃんはどういう髪型にするんですか？顔がちっちゃく見える髪型です。もうそれ一択。それ一択。同じこと言ってる。やっぱりだよね。小顔に見えるようにお願いします。いや自分たちで努力しないくせにね、ヘアメイクでやろうとする。今日のテーマは何ですか？今日のテーマはクールビューティーでしたっけ？あ、クールビューティー。はい、私自分で言うのは恥ずかしかったけど、いただいてました。終わりました。ものすごいいかついですね、後ろが。完成した。完成した。うん、どうですか？かわいい感じになりましたね。はい、意気込みは？意気込みは、はい、顔を半分ぐらい削っていただけるといいなと思って念じております。あ、はい、いいですね。やはり妊娠して二重顎が加速したような気になってます。はい、今結構毎回検診のたびに大きい方なんですよ。なのでこのままいくと4000になってしまうと。でかい。4000はちょっと厳しいな。なんかねピンクが良かったみたいです。ここら辺までバックしてこれでちょっと動かしてみます。今食べたパンのせいで肥大化しました。本当に？うん、本当に？うんっつって迷いもない。パンのカロリー、え、なんか大きくなってるよね、さっきより。え、大きくなってる気がする。え、なんか多分今食べたパンが速攻来るんですか？食べたら影響してる。すごい大きくなってる気がする。こう、なんかね、ちょっと前よりも急激に大きくなってるんですよ。でもなんかちょうど撮影の2、3日前に夜中お腹めっちゃ痛くて、それがお腹痛いっていうのが多分子宮が広がってる痛みみたいなんで、多分撮影に合わせて大きくなったんですかね、きっと。撮影に合わせて大きくなったんですかね。ここまでじゃなかったのに。大丈夫かしら、ミチュアゴが。覗き込んでよ、それは。え、蹴ったりするの気づきました？あ、はい、ずっとこうやって手当ててたら本当にポンって、はい、でもなんかあんまり蹴るとかですね、うにょうにょ動くんですよ、うちの子。踊ってるってこと？でも回転してるんですかね、うまく。狭いんだと思うんですよ。もう動いてるのずっと分かるってことですか？こう動いてたら起きたなというか。いや、なんか移動してるんですよね。居心地いい場所探してる的な。あ、多分そんな感じだと思います。赤ちゃんとワンちゃんの組み合わせって最強に可愛いじゃないですか。わかります。多分ワンちゃん2匹もすごくこうなんか赤ちゃんに対してこう、いや、怖いですけどね、ちょっとどういう感じ。確かに、あの敵とみなすか、あの子分とみなすか。この手のところとで、次に見るやつを見ようぜ。あ、いい笑顔。中入ってきたから。入ってきたから。美しいじゃん、みたいなじゃん。お邪魔します。これってもうデニムに変えます。髪の毛も変えても大丈夫ですか？はい、ケアして。ケアとか、はい。見えてるお腹。はい。ちょっとドドドして。めっちゃ可愛いね。ゆうちゃんも髪の毛変更したんですね。可愛いアップしてる、はい、ちょっとハーフアップにしたくてですね。ちょっとカジュアルっぽいし可愛いですね。こまちゃん、はい、ちょっと見えんの、見えん。髪の毛可愛い。食いしん坊。
1と2。今日この子はおにぎりとサンドイッチとクロワッサン食べてました。私じゃないです。可愛い。今好き。これめっちゃいいですね。うん、うん、いい。でゆうさんのハーフアップもいいし。うん、見ました。これすごい可愛くないですか。いきます。では、うん、あ、そのぐらいがいいかもしれない。どっちに食べさせてる。どっちやっぱ、うん、そのぐらいかな。可愛い。めっちゃいい。超可愛い。うん、かわいい。ゆうさんがシナモンロールまで。ゆうちゃんでいい。ああ、かわいくないですか。おいしいって。ありがとうございます。ありがとうございます。最高。かわいい。撮影終わりました。終わりました。イエーイ。美味しかったです。美味しかったですか。うん、今日は初めてのマタニティフォトでした。ありがとうございました。